はい、どうもんちは、レオシグです。今回はね、情報修正キャラの一つ、ディバイダー取ってきました。はい、なんですけど、まあ、乗れないよね。乗れるわけねえなーつって、一応ね、トレモで3クレトレモでやって、脳内では最強だつって、俺の、あれディバイダー最強じゃんってなったんだけど、オンライン一回潜って絶望したんで、ツイッターで嘆いてたら、モノアイっていうね、ガンダム X、ガロードが乗ってる、ガンダム X 上手い人がいるんだよね。その人が、ディバイダー強い強いって、ディバイダー爆弾強いって言ってて、ディバイダー爆弾ちょっと興味あるし、ちょうどレギウスも爆弾の後ろできるようになったし、お願いしちゃおうかなって言って、リプライ送ったら、お、ええやんええやんって、やるべやるべってやってきました。はい、ってな感じのディバイダーシーンになります。でね、まあ一応 X 乗りで、ディバイダー乗らしちゃってるってすごい申し訳ない状態なんで、そこは本当にごめんなさい。でも本当に分かった。ということで、じゃあ、修正内容いきましょう。まず、機動力が上がりました。多分ね、モノアイが爆弾できるようになったっつってるのは、この機動力が上がったおかげだと思う。うん。本当に結構目に見えて速くなったね、このキャラも。レギルスと同じで。はい、ってな感じの機動力の情報と、ロックオン距離、赤ロック伸びたね。うん、これはね、俺、元があんまりわかんないんだけど、確かにこんなに長かったっけっていうぐらい赤ロ結構伸びてた。はい、続きまして、メイン射撃が50から60になった。てか多分メイン射撃の修正一番できんじゃねえかな。まぁ、60で弾数10発増えたのと、連射数が10から15になった。うん、まあみんなマシンガンキャラのさ、連射数とか、重要なの分かると思うんだよ。どっかのキマリスなんちゃらさんがさ、とんでもない連射数してたじゃん。で、まあ、20から10になってさ、結構対面しててさ、メインの威圧力なくなったじゃん。そんな感じでね、10から15になったんだけど、だいぶ大きいんだよね。はい、ということで2試合目いきましょう。はい、続いて2試合目がお相手がエクシアとギスリーですね。はい、じゃあ、出生の続きいきます。チャージ射撃、これ今作からついたやつなんだけど、ネクストのチャージ射撃っていうとかなりわかりづらいから、簡単に言うと、まあこのビームマシンガンの高出力バージョン、いわゆる単発の射撃だね。なんだけどね、これね、めちゃくちゃ発生速くてめちゃくちゃ弾速速いんだよね。うん。で、誘導も割と悪くなくて、ただ、その分安いっていう武装だったんだよ、ダメージが。確か修正前がね、単発、101だね。から、ダメージ10上がって、単発111になって、まあ、火力上がったよってことで、まあ、割と嬉しい修正だね。はい、じゃあ続きまして、サブがこれはあれだね、バズーカだね。ハイパーバズーカが N サブなんだけど、これがね、N サブがね、発生速くなって、弾速上がって、誘導性能良くなって、単発になった。ダウンチマックスになって、ダメージが85から100になりましたよと。なんかね、これツイッターで見かけたんだけどね、リバイダー乗りがね、みんなこれ強い強いっつって打ってましたね。確かに結構動画見ててもね、この N サブ強いなと俺も思いました。うん。なんか単純に弾速速くなったのだいぶでかいね。てかなんか、こいつもともと、まあ CS 以外でね、結構着地取りづらかったんだけど、どっちかというとこう、ビームマシンガンで動かして、このメインで動かして CSA 取るって感じだったんだけどね、だいぶこのハイパーバズーカでも取れるようになったんで、無理して CS 世界にする必要なくなったかなと。うん。あとやっぱりビダール相手とかにね、結構こういう爆風付きのバズーカ強いからね。まあこういう強化嬉しいよね。発生上がったから結構近距離でビダールに詰められてもバズーカポーンっていけるし。はい、じゃあ続きまして、チャージした時の特化、これはハモニカブレードかな。ハモニカブレードの、これがね、まあ、多分みんな知ってると思うんだけど、長押しでチャージして、まあ、大きいのが出てくるって感じじゃない。この大きいのが、誘導性能が上がったみたいですね。はい。続きまして。そう、これも面白い修正だよね。ハモニカブレードがね、2連射した時。これ一応ハモニカブレードね、同じ方向では、2連射できないんだけど、横横みたいな感じで、縦横みたいな感じで、あと横縦か、みたいな感じで2連射できるんだけど、この2連射目が、あれね、最大チャージの時と同じ大きさになった。てか、同じ性能になったらしい。うん。らしいっつか、そう。うん。これ面白い修正だよね。ちょっと面白い理由を次で語るか。はい、続いて3試合目、お相手がクシャトリアとギスリーですね。で、なんか、まあ単純に面白いなと思ったのは、割と誰も予想できないような修正内容だったからっすね。うん。いや、まさか、そんなとこに修正来るんだって感じで、うん。まあちょっと面白いなと思いました。はい、で、そのね、使い方なんだけどね、
基本的にまあ近距離とかはね、横、ハモニカブレード横の方が強いんだけど、縦打ちはね、上下誘導すっごい良くて、落下する相手を取ったりとかできるんで、モノアイさん画面見てください。はい、今とんでもないモノアイ事故が起こりましたけど、で、まあ、基本的に、だから、2射目を当てたいなら最初を縦ブレから横ブレ出した方がいいですね。はい。まあ、てな感じです。まあ、俺、使用してないからわかんないんだけど、まあ、普通に思ったことでした。はい、てな感じで、じゃあ、そうそう、実況移りましょうか。ごめんなさいね、ちょっと修正内容多かったんで。はい、で、まあ、爆弾なんで、基本的にはもう、被弾気にせず行っちゃいましょうということで、俺も、モナイトやってる時、まあ、結構こうやって被弾があるんですけど、もう本当に、被弾気にせず、とりあえず突っ込んできてくれ、つって、言った理由が、L 覚醒回してほしいってのがあるんですよね。あとね、その、無理して結構、モナイに被弾してもらってるって言い方だけど、すごいダブルロックもらっ、ダブルロック上げちゃってる理由が、リバイダーさ、結構小賢しいじゃん。ブーストごまかしたりして。ってなると相手が、うわ、これディバイダーめんどくせえっつって、追わなくていいやっつって、爆弾の後ろ側が、前側が無視されて、後ろ側がダブロされちゃうって展開がちょっと怖かったんで、もう被弾してでもいいから突っ込めっつったら、もうない超楽しそうに迷いしましたね。はい、やっぱり爆弾の前はこうでないと。はい、てな感じです。さあ、ぎっすり寝落ちの展開が一番いいのかな。おお、え、来てか、え、あ、ギロビってこんなブースト回復早っ、うまっ。最後あれだね、ロック替えで、まあハモニカブレードが溜めてる時にロック替え対応してるんですけど、そこをね、しっかり動かしてって思ったら最後俺のファンネルじゃねえか。まあでも今のうまかったっすね、さすが X 使い。はい、でラストお相手レジェンドとクアンタですね。で、これよく来る質問なんだけどさ、リバイダーと2号のガンダム X、 あのガラドが乗ってるやつどっちが強いのっていう、これね、まあ俺的な感想なんだけど、威圧力あるのがディバイダーで取れないのは X かなと。うん、やっぱり X 乾燥メインがあるんで、乾燥メインのブースト回復があるんで、あれがね結構取れないんですけど、やっぱりまあ武装がこっちの方が多彩な分ね、こっちの方が威圧力あるかなと思っております。はい、まああと単純にね、ディバイダー乗りでね、ちょっと名前出してすごい申し訳ないんですけど、おぼろみみさんっていう本当にうまい X 使いがいて、あ、ディバイダー乗りがいて、本当にね、俺はその人ね、ディバイダーがね、もう前作かられまくって、でちょっとトラウマ気味になっちゃってるってのもあるんですけど、僕はディバイダーの方が嫌いですね。どっちが強いかで言ったらちょっと難しいけど、まあ、僕的にはリバイダーの方が嫌だかなと思います。はい、まあつってもね、モノアイにも前作ボコボコにされまくったんだけど、まあこういうディバイダー系は全部嫌です。はい、じゃあ実況行きましょう。さあ、相方が爆弾の後ろにやられてしまってる、非常に情けない。さあ、モノアイがしっかり前部踏んで、ここ一回ダメージもらってしまうのは爆弾なんで気にせず行きましょうと。はい、まあしっかりエル覚醒回してくれてるんでありがたい。さあ、ここ取れるか、メイン15連射でしっかり動かして、E 覚醒吐かして、うわー、ゲロビレドティック、そして死んでいくと。いいですね、いいですね。まあ爆弾の強みだよね、今のは。うん、自分落ちてもいいから、もう死なばもろともつって相手をぶっ倒す、いいですね。さあ、このまま行っていきたい。そう、今みたいなところね、縦ブレだと取れるんだよね。うん、横ブレはまあどっちかというとその相手の横ブとか取れるんで、割と使い分け大事だよね。俺絶対できないわ。さあ、相方が割とクアンタにタイマン買ってくれてるんで、ここはちょっとゆったりできてますね。いいですね。やっぱりずっと、突っ込んでると、爆弾側も疲れちゃうからね。さあ、ここちょっと怪しかったが、しっかりやり込みでカバーしててと。さあ、N サブ強いね、やっぱりね。うん、結構ポコポコ当たってるイメージある、さっきから。さあ、ここは、あ、そう、格闘モーションがね、B リー革新規モーションで、これが前角かな、多分。前作の、これが、そう、この X 切りが前角なのかな、多分。ちょっとごめん、これ怪しくて申し訳ない。ただ、BD 角は切り抜けの新規モーションですね。さあ、ここ、置き攻めしたいが、さあ、縦ブレ、これは当たらず。あれ、ちょっとね、縦ブレね、距離開いてないとね、割と上下誘導かかんない。かかんないっていうか、結構露骨にかかるのがね、中距離ぐらいなんだよね。うん。まあなんで、てな感じのリバイダーシーンでした。最後下ってごめんね。さあ、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？モナイのリバイダー視点。やっぱりね、X の技術がね、活かされててすごいうまかったですね。で、まあ、今回ね、爆弾視点だった。なんで爆弾だったのっていうのも、
やっぱり修正後爆弾できるようになったってモナイが言ってて、その修正後の性能生かすんならじゃあ爆弾できるようになりましたよってのも見せたかったんで、今回は爆弾でやりました。なんかゲップが止まらん。はい、ってことなんで、被弾とかはね、俺が無理やりダブルを当てちゃってるだけなんで、はい、気にしないでください。はい、ってな感じのディバイダーだね。まあ、ディバイダーね、もともとキャラが結構、その、まあ、対面苦手だから、情報来ないでほしいなと思ったんだけどね、来ちゃったね。はい。てね、修正前もね、ディバイダーちょこちょこ当たったんだけどね、普通にボコボコにされてて、CS、今作の CS が強すぎるの、強すぎてが言い過ぎだったけど、発生と弾速が早すぎて、ちょっと最初の障害されまくって、で、苦手意識かなりあったんですよね。結構前作以上に、前作よりディバイダー弱体化されてるらしいんですけど、なんか俺、前作以上にね、苦手意識持っちゃってて、さらに情報来ちゃったんで。まあ、対策考えないとなという。まあでも、レギルス、最近はレギルス乗ることが多いんで、そのまあ、練習したいから。てか、まあ、ガチ期待にしたいから、レギルスを。まあ、仕上げるためにもレギルス乗ってるんで、レギルス対面の時は、レギルスで対面した時は、やっぱりそのビットとかが地層に刺さるんで、まあ、毎日楽なんですけど、やっぱりな、ゴトラタンがな、どうしてもって感じですね。はい。でね、そう、なんかね、今作の修正キャラ、なんかね、3世が言ってたんだけど、割と、なんか、しょがり性能が高いキャラ。うん。初見でから、なんだろうな、初見殺しみたいなね、キャラ。まあ、アルトルンとかさ、ああいう、ハメキャラっつうのかな。うん。ハメ倒して殺すキャラ。相手を。がね、結構、情報来ないイメージありますね。うん。まあ、アルトロンとかグシオンとか、そこら辺 X1 とかさ。なんかみんな軒並み弱体化食らってたんで、まあ、アルトロン情報欲しいなとかもあるんですけど。うん。まあ、てな感じでね、近いうちアルトロンの動画出そうかなと思います。撮ってきたんで。はい。で、次回の動画はカップル視点になります。ない。撮影が最も辛かったキャラでございます。はい。じゃあ、そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。長ったらしくな、語っちゃってごめんなさい。じゃあ、次回の動画また見てね。バイバイ。高評価よろしくお願いします。初めて言ったわ、これ。